アンドロメダザガンマ星はアンドロメダザの恒星で二等星。地球からはアルファ星ベータ星とほぼ同じ明るさに見える。肉眼では分離することができないが、天体望遠鏡を使えば美しい二重星として見ることができる。二等星の主星ガンマ1星から10.0秒離れたところに五等星のガンマ2星が輝いている。ウィリアム・ヘンリー・スミスはこの二重星を オレンジとエメラルドグリーンと表している。ガンマ2世は5等星と6等星の連星で、平均距離 33AU、近点距離 13AU、遠点距離 52AU の長大円軌道を63.7年の周期で好転しているとされる。さらにこの5等星も2.7日周期で周回する文光連星で、ガンマ2世全体として見え連星となっている。学名は、 ガンマラマで。固有名アルマクの語源は、本来、アラビア語で、山猫の一種である、カラカルを意味する、アナークアルアルドと呼ばれていたものが縮んだ、アルアナに由来するものと考えられている。ルネサンス時代に、ラテン語へ翻訳された際に、アリマックと転写された。アラビア語で、靴、編み上げブーツを意味する、アルマークから転写されたものだが、これは、 ラテン語に翻訳された際に構成をアンドロメダの靴に見立てて誤ってアルアナよりも位置的に靴を意味するアルマークの方が適切だろうと解釈された結果と考えられるこのためラテン語文献以降アルメックやアリマックから後にはアルマックへ変化したと思われる2016年7月20日に国際天文学連合の構成の命名に関する ワーキンググループは、アルマックを、アンドロメダザ、ガンマ一世の固有名として、正式に承認した。10世紀の天文学者アブドゥルッダ・フマーン、アイコールスーフィの、星座の書によると、一部のアラブの言い伝えでは、上記のカラカル以外に、グールの塔とも呼ばれていたと述べている。ありがとうございます。